ここ最近ずっとトーマを見てないな。あいつ何してんだ？何って言われてもきっとどうでもいいことばっかりやってるんだろう。酒の席について行ったり飯食ったりで、屋敷に帰ってきたら掃除とかな。ああいうやつが増えてきたから武士の魂も落ちぶれていったんだ。ただ口先を動かしてるだけじゃ刀も錆びてくる。あいつの体にはモンドの血が流れてると聞いたぞ。なるほど、道理で。なんでお嬢様はよりにもよってあんなやつなんか雇ったんだ？はあ、最近ずっと雨が降ってるもんだからよく眠れないよ。お、君たちここで何してるんだい？何かあったのかな？し、ただ休憩時間に雑談してただけだ。行くぞ、まだ他にやることがあるんでな。俺たちは忙しいんだ。トーマ、お前も少しは緊張感を持った方がいいぞ。ご苦労様。でもそういうのは俺の休暇が終わってからだ。悪いね、ちょっとした用事があって少し遅れてしまった。まあ確かに聞こえてたよ。だが大したことじゃない。集団に馴染んでない者が非難されるのはどこでだって同じさ。裏で罵って鬱憤を晴らせるのなら言わせておけばいい。上里家にとっても悪いことじゃないだろ。そうだと思わないかい？うん、そうでないと今日はとことんリラックスしよう。木漏れ茶屋を出てからずっと後処理に追われてたんだ。でもようやく休暇が取れてね。ここは人が多い。どこか静かな場所を見つけて今日の予定について話そうか。もちろん君をおもてなしする以上君の意見も聞いておきたい。前からずっと考えてたんだ。君をおもてなしする以上君の好みに合ったものにすべきだってね。でもどこに行くかについてはまだ明確なプランを立ててない。こういう時室内でまったりするのと屋外でリラックスするの、君ならどっちがいいかな？外に行きたいのかい？ちょうど2つのおすすめの場所があるよ。もし猫や犬に興味があるならいい場所に連れて行ってあげよう。休みの日はいつもだいたいそこに行ってるんだ。たくさんの猫や犬に囲まれると心もリラックスできる。それとも町に行きたい？鳴神島の町中は今人が多くて混雑しているから離島に行ってみよう。そういえば俺たちが初めて会ったのもあそこだったね。もうずいぶん長いこと戻ってないよ。どうかな、君に決めてほしい。よかった、まさか君も俺と同じような趣味を持っていたとはね。普段は花見坂の近くにある新王の下でよく餌をあげているんだ。そこで待ち合わせしよう。俺は少し準備をしてくるよ。手ぶらではいけないからね。この場所悪くないだろ。町の外れには野良猫や野良犬がたくさんいるんだ。いつも木漏れ茶屋に行くとき、こうして食べ物を持ってきてこの子たちにあげている。それを長く続けていたらこんな規模にまでなっててね。最初そうかい？餌をやる回数が増えれば自然と仲良くなれるよ。そして不思議な責任感に駆られて時間があればついこの子たちに会いに来てしまうようになる。ほら、君も餌やりをやってみる？
この子たちが好きな食べ物を持ってきたから、これで仲良くなれるはずだ。安心してくれ。しつけてあるから、人に噛みついたりはしないよ。悪者に会ったらこの子たちは逃げるけど、君ならきっと歓迎されるはずだ。だって君は天性とも言える親しみやすさを持ってるからね。動物はそういうのに対してとても敏感なんだ。こんなに早く打ち解けるなんて、本当に君のことが好きみたいだ。犬がお腹を出して甘えるのは、この子たちとかなり仲良くなれた証拠だよ。タロー丸が地面に寝そべるのは本当に珍しいんだ。彼は人間だからね。いつも敵が近くにいないか警戒してる。そういえば、何日か前に、こんな村の北にある砂浜でも人間を一匹見かけたな。人間は普段、週末版の忍者のそばにいる。単独で行動する人間はとても少ない。人間の多くは、引退後に相棒だった忍者に飼われることになる。ただ、シャブ業の人と一緒に暮らしている人間も、ごく一部いるけどね。あんな風に野外をさまよっているのは、本当に稀なんだ。だから、少し心配しててね。俺もシャブ業所に連れて帰ろうとしたことがあるんだけど、拒絶されたんだよ。頭を撫でて仲良くなろうとしたら、思いっきり噛まれちゃってね。でも、やっぱり心配だ。あそこは普段人も通らないし、食べ物にありつけてるだろうか。よかった。結構冷たくあしらわれたんだけど、やっぱり様子を見に行ってみたくてね。普段は、ずっとその砂浜にいて、満潮の時も数歩後ろに下がるだけなんだ。前に見かけた時は毛がびしょびしょになってたよ。外で風と日の光にさらされるより、やっぱりシャブ業所に連れて帰った方がいいだろう。もしくは木漏れ茶屋に連れて行って、太郎丸の友達にするのもいい。じゃあ一緒に見に行ってみようか。服装からして、確かに週末版の人間に間違いない。どうやら今日は少し落ち着いているようだ。近づいて見てみるかい。ああ、君は後ろにいた方がいい。今はおとなしくしてるようだけど、凶暴な時は思いっきし噛んでくるんだ。よーしよし、いい子だ。ほら、美味しい餌を持ってきてやったぞ。おっと、危うく噛まれるところだった。いい加減腹ペコだろ。そろそろ何か食べてもいいんじゃないか。たとえ俺についてくる気がなくとも、何か口にするくらいいいだろう。まさか、食べ物に毒があるのを疑ってるのか？なら、俺が先に味見してやる。ほら、問題ないだろ。ほら、少し食べな。ちょっとだけでいいから。そしたら、今日はもう邪魔しないから。ね。全然食べ物を食べてくれない。それに、なんだか落ち着きがない様子だ。海に何かあるのか？それとも、周りに何か警戒するものがあるのか？この辺りの魔物に攻撃されたということかい？それも、
なくはないね。人間も危険な状況だと食べ物が喉を通らなくなる。この子のために周りの魔物を倒してみよう。付き合ってくれてありがとう。じゃあここを少し片付けようか。さばきの雷。気をつけなさい。気をつけ。スラムスわい、紅に染まって散りなさい。やっほー。ほーら、いい子だ。もう周りに危険な奴はいないぞ。そろそろ食べてもいいんじゃないか。お腹いっぱいになったら俺と木漏れ茶屋に行こう。どんな悩みでも俺と太郎丸が聞いてあげるから。完全に拒絶されてるね。最初はただ俺のことが嫌いなだけかと思ったけど、まさか君のことまで警戒するとは。それはつまりここを離れる気はないってことだ。だったら今は無理しない方がいいね。まずはシャブ業所に戻ろう。この子の飼い主がどこにいるのか調べて飼い主に引き取ってもらおうか。まあ週末版は奉行である上里綾人様にのみ使える。一般人じゃ詳しい事情を聞くのも無理だ。だけどこの前和歌と話をした時、急を要することなら対処すると言ってくれた。週末版を直接動かすことはできないけど、情報を聞くだけなら問題ないはずだ。これも俺の特権の一つさ。わかったわかった、もう吠えないでくれ。連れて行かないから。ほら、周りはもう安全になっただろ。俺たちはもう行くから、君も少し休むといい。さあ行こう。君たちの言った人間、少し心当たりがある。その人間の見た目を詳しく話してくれないか。赤い柴犬で目のところに傷があって、黒の忍び装束を着ていて。思い出した。君たちが言ってるのは犬少将のことだろう。ああ、しかしまさかあそこで待ってると。よかった、身元がはっきりすればその主人に引き取ってもらえるはず。正直言って人間が迷子になるなんてことは少ない方がいい。一人寂しく外で野宿するのもかわいそうだ。じゃあ日時を決めてその主人に引き取ってもらおうか。悪いがそれはできない。うん。主人の名前は教えられないんだ。だがこれだけは言っておこう。あの人間の主人は海に出て危険な任務を行っている。もう帰っては来られないだろう。まさか犬少将を連れて行かず一人で海に出るとは。犬少将がずっとそこにいるのももしかしたら彼の帰りを待っているからかもしれない。犬少将の主人は何か残していないかい？例えば身につけていたものとか、週末版の装束とか。そういったものはほとんど彼と一緒に消えたよ。強いてあげるなら、彼が昔訓練の時に使っていた区内ならあるかもしれない。ついてきてくれ、探してみよう。これで間違いないだろう。この区内はよく覚えてる。彼が週末版に加入したばかりの頃、誰よりも訓練に励んでいた。そのせいで区内はボロボロになり、切れ味も悪くなってね。これは君たちにやろう。
それと犬少々の世話に必要な費用は我々週末版が負担する。ありがとう。犬少々がまだこの区内の匂いを覚えてるといいんだが、いや、きっと覚えてるはずだ。それじゃあ戻って犬少々に会いに行こう。犬少々、どうして名前を知ってるのか気になるかい？主人を待ってるんだろ。俺たちも一緒に待つよ。いいかな？安心してくれ。君を突然連れて行くなんてことはしないよ。ほら、これを見て。やっぱり覚えているんだね。よかった。どうやらこの子に必要だったのは連れて行くことではなく、ここで一緒に付き添ってあげることだったようだ。俺が稲妻に来たばかりの頃、時折こうして海辺に立って遠く向こうの海を眺めることがあった。誰しも懐かしく思う人や物事はある。それらがもう戻ってこないと気づけたとき、人は成長できるんだ。終末版は、決して平和的な組織じゃない。忍者というのは、危険の伴う仕事だ。終末版では、数多くの忍者が、極秘任務の執行中に命を落としている。終末版が、彼らの名前を公表することもなく、公に弔ってやることもない。だけど今はね、犬少々、この世界で彼のことを覚えているのは君だけじゃないんだ。これからは俺たちも君と一緒に彼を弔うよ。まあ約束だ。そうだろ。これからもちょくちょくここに立ち寄ろう。機会があったらここに犬小屋を作ってもいいかもしれない。海風に長年当たっていると関節が悪くなってしまう。それと冬に着る服も早めに準備を始めないとね。